新潟県長岡市にコワーキングシェアスペース、ゆるりやが来月5日にオープンします。ゆるりやは一軒家という特徴を生かした和室や土間のあるコワーキングシェアスペースがあるほか、2階には8人まで収容できる会議室や、個室ブース4室を用意しています。また、スタッフが常駐し、レンタルオフィス利用者、月額利用者、 住所利用者を対象に荷物受け取りサービスも行います。利用料金は、ちょっと立ち寄るドロップインで、1時間500円、3時間1000円、1日3000円、月額利用は1万円で、すべて税込みです。店名のゆるりやのゆるりには、気軽にフラット立ち寄りたくなる場所。 緩やかな雰囲気の中で快適に仕事や作業ができるサードプレイスにしたいという村山幸へ店主の思いが込められています。一方、長岡市ではサテライトオフィス誘致やテレワーク推進のため、空き物件の魅力あるオフィスへのリノベーションを支援するテレワーク対応型賃貸用オフィスリノベーション補助金を今年度創設しました。ゆるりやは、この補助金の採択第1号となります。 村山店主は、長岡駅から近いということと、一軒家という特徴を生かして、気軽に寄ってもらえるようなアットホームな雰囲気の場所になっている。フリーチョコレートや、おすすめの絵本も置いているので、仕事だけではなく、趣味の場所にも利用してもらいたい。自宅でも職場でもないサードプレイスとしての率よりどころになっていきたい、と話していました。